車通んないか。ん？お、ちょ、やめてやめて、今待機持ってんだから。何やっちゃおら。おお、お前どこの組のもんや。いや違いますよ。すまん。謝ってる。すまんで済むか、ボケ。いや、筋もんじゃないですよ、僕。いや、もう治安悪すぎ。ヤクザ、ちょっとキリエさん置かないで。2億円。おいおい、来いよ。ふい。結構録音特殊だな。何もや、お前。見とったで。ん？キリエちゃん。ん？あ、兄貴。キリエ。あ、これあの有名な？そうや。堂島の竜。真島五郎さんでやってます？キリエちゃんや。お久しぶりです。真島の兄さん。これがかの有名な。あ、道島、何、真島組組と。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。組長なんだね。そうや、そこの店やったな。はん、お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで。はんはんはん、一度あんな女こましてみたいってね。おお、余裕は。それよりちょっと待って、みんな見てんだけど、ドライバーが。すみません、何年ちゃんと匂いた。いや、いいんだ。大人気すぎるだろ。キルちゃん、マジマの兄さん。けじめはしっかりつけんと。おお、まだまだ行くで。あ、やばいやばい、死ぬ。まずいまずい。傘こんな入れ折れてねえのかよ、傘。あ、まずい、立てば。何や、その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。でもこんな止めるような人が親殺しするとは思えんわ、やっぱり。ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。ひひひ、はい、はい、覚えておきます。でも、あ、でもないや。うん。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。うん。どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩を取るか。間接的に筋通ってねえって言ったるわけね。真島の兄さんのやり方が。兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。なるほど。よっしゃ、それは怒るわ。これで俺と喧嘩する理由はできたな。ジャンキーすぎるな、この人。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。うん、なんやと。いや、相性悪そうだな、この二人。でも最初すごいなんか親しそうだったのにね。根性あんねやったら殴り返してくれ。いや、でも兄貴分は殴れんってことよね。これで気は済みましたか。うわー、あかんて。あかんよ、ドスは。その強がりどこまで続くかの。いやだ、ちょっと待って。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。それはそう。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。うん、何があってもか。ええ。ふん。うわ、なんか不穏な会話だな。わかったわ。ん？ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっと。いや、怖い怖い怖い。どういうこと？でも、もし筋が通っとったら、うん、
俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ、喧嘩したいだけなんか。ほな、どないしてお前をマジにしたのか。早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。あ、な、よかった。よかった。ワクワクするで。気分屋なんかな。うわぁ。おい、お兄さん。ん？おう、ちょっと待て。ん？うわぁ、やっぱりキルちゃんやったんか。真島の兄さん、マジで変わってねえ。ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいって書いてな。こうしてここで暇なんか。暇なんすか。いやでもありがとうございます。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして。ずっと待ってたんかよ。なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中に張るってな。そういえば10年前っすよ。そんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったのかと思って。いや、同じ無所入れるか分かんないじゃないですか。まあええわ。ほな、喧嘩しか考えてないこの人。俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが、兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。うん、理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったら。無所で体なまってるってこと？お前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険中。平和ボケした方が。ああ、でも10年で変わったって風間さんからの手紙に書いてあったもんな。せやから今のお前に。ああ、なるほどね。はい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 。があるかどうか。っていうか、昔もスリに指輪盗まれてましたけど。俺がその平和ボケしたアホだと。もうそうや。ちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいね。でもやる理由にはなるな。ならばその挑戦。どんな戦い方するんだ。受けて立つ。うわー、おお、なんか持ってるぞ。さすがに強そうだな。おっと、体力めっちゃ減ってねえか俺。強くね。ちょっと待って、めっちゃ強い。めちゃくちゃ強い。なに、投げれねえ、バカな。いや負ける。うおー、強すぎる。もう何もできんかった。あ、負け夢かこれ。思うように動かない。負けても OK 夢。これで分かってやろう。やばい、全然立ち打ちできんかった。どんだけ鈍ってしもうたか。いやー、気もないテクニック。回避めっちゃされたわ。どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今の優しい。あまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り
俺はいつでもどこでもしのぎとかしないんすか、マジマの兄さん。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻しに。他にやることないんすか。わかった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよ。ほな、期待しとるで、キリュウちゃん。収監されていた10年の間にキリュウは多くの技を失ってしまいました。しかしその技の数々はポーズメニューの能力強化で経験値を使用して取り戻すことができます。キリュウを伝説の男をたらしめる道場の利用スタイルの技だけは経験値を使用しても取り戻すことができません。その代わり街の至る所でも襲いかかってくる真島五郎との戦いを繰り返し因縁を深めることで徐々に技を取り戻すことができるようになります。何これ。うわー、いらっしゃいませ。あ、め、買いすぎたか。一番真珠すまね。温めますか。うん、弁当のことか。今食べんの。え、ほな早速頼むで。はマジマロ兄さん、なんでここに。何ちょっと待って、もう俺の弁当だよ。に、兄さん、ちょうど退屈して体が冷えとったところや。キリュウちゃんと喧嘩したら最高に冷えとってできるの。寒いだけなら他を当たってくれ。別に俺と喧嘩しなくてもいいだろうが。うん、今俺を温めるよとはお前やろが。早くチンしてくれや。なんちょって、なんで店内、ちょって、なんでレジの中にいるの。は、いや、さっきのはそういう意味で言ったんじゃねえよ。男が一度言ったことを引っ越えるんちゃうんか。そりゃ筋が通らへんのやないか。のう。ち、しょうがねえな。言っておくが、やけどする程度じゃすまねえぞ。望むところや。ほな覚悟しや、キリュウちゃんよ。強っ、バイク強っ。やっぱり冬はキリュウちゃんにかけるの。おかげでポッカポカにあったまったわ。暑すぎてオーバーヒート寸前や。何言ってんのこの人。おでんみたいなさ。熱燗にかけるのみたいな。このうてりしばらく冷めんかもしれへん。どっかで探してこな。まだ喧嘩できへんわ。どこにいても油断できねえな。しっかり準備はしておかねえと。弁当温め損なったな。まあまあや。何これ、ゲージが溜まった。これで堂島の竜ポイントが上がるのか。ドロップキック竜を習得しました。なるほどね、すごいゲームだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。タイミング良すぎか、全てが。待ってろ。風間さん撃たれたのも、会長が殺されたのも。今じゃガキでも持ってるんだ。何これ。俺は100億を伊達さん、古希じゃ電話できねえぜ。まだ店があるかわからんが行ってみるか。え、早くも桐生勝間さん。ちょっと待って、伊達さん番号漏れてますこれ。そうだが、お前は。じゃあ真島組の西田右衛門です。親父から桐生のおじきに伝言を預かってます。ちょ、怖い。ちょっと待って、どこで番号を手に入れたのこれ。真島の兄さんから。はい、俺は今ミレニアムタワー前に寄る。近くを通ったら絶対見逃さへんでと。わざわざ忠告してくれるとは随分親切になったもんだな。それから踊るの腕に自信ないんやったら、どうせやら鉄砲やら持ち歩くなやと。ええか、絶対に武器の類は持ち歩くなや。絶対やぞ。以上が親父からの伝言です。自信がなかったら武器を持ち歩くなど忠告にしちゃ妙だな。もし通りがかるならそれなりの覚悟はしておこう。この辺か。うん、そこの桐生ちゃん止まりなさい。いや、桐生ちゃんって言わないだろ。職質、警察官は桐生ちゃんって言わないだろ。職質か、キリュウちゃんだと。兄さんじゃないか。どうや、驚いたやろ。まあな。それより何してるんだ。最近バットやドス持って暴れまってるやつがおるらしいんで、マジマ組が見回りしとるんや。それ兄さんのことじゃないのか。というわけでキリュウちゃん、早速危険物を持ってないかチェックや。俺も調べるのか。当たり前や。知り合いだからって特別扱いはせんで。
ほら、早見せや。俺の持ち物がどう関係あるってんだよ。いいから見せんか。やましいことでもあるんか。あ、エッチなビデオでも持ってんのやろ。持ってねえわ。分かったよ。見せりゃいいんだろ、見せりゃ。だから武器持ってくんなってのか。アウト、アウト。あかんで、キリュウちゃん。武器を持っとるやないか。ち、見つかっちまったか。キリュウちゃん、あかんな。天下の往来で来ない危険な物持って何する気やったん。これは、おまわりさんの俺としては、取り締まりせな筋が通らんわな。あんたますか。初めからそのつもりで。言うたやろ、キリュウちゃん。筋が通っとったら喧嘩買うてもらうって。クソ、仕方ねえ。来い。バット持ってる。マジマジンさ。こりゃ人気出るのもわかるわ。このキャラは何なんて思うわ、これ。むちゃくちゃすぎる。でも行ったか。おー、ち、ついつい乗せられて熱くなっちまった。こんな喧嘩をしたのは久々だぞ。せや、少しは昔のお前を取り戻してきたみたいやな。無理やりにでも喧嘩を打った甲斐があったっちもんや。けどまだまだや。お前はまだ本調子やない。10年のブランクは相当なもんみたいやな。まだ続けるつもりか。当たり前やないか。俺がやり合いたかったアンコロの道島の竜に戻るまで俺はお前を付け狙い続けるで。マジかよ。マジかよ、ほんと嫌そう。次はどないして喧嘩食うてもらおうかの。ワクワクしてきたね。兄さんのおかげでかつての俺を取り戻しつつあるのは事実だ。戦いは避けられないのかもしれん。ちょっと待って、マジマジ巡査のままどっか行ったんだけど。なんかの罪に当たるだよな、多分なんだけど。もう勘弁してください。ん？え？やめてやめて。おい、キルイちゃん。悪いが今急いでるんだ。あんたの相手をしてる暇はねえ。それはええこと聞いたわ。何？お前は先を急いでる。せやけど俺はお前を通すつもりがない。ちゅうことはや、キルイちゃんなら俺が言いたいことわかるやろ。ここを通りたかったらあんたを倒すしかねえってわけか。数字は通ってるな。せやろ、腕なまったままでやると相手できるほど俺ら危ないで。知りたなかったら本気出してみろや。言われなくても手を抜くつもりはねえ。かかってこい。まさに連戦じゃねえかよ。そう来ると思ってた。あ、今チャンス来たー。おー、さすがに。やっぱごっついの。それでこと、キリュウちゃんや。あんたの方こそまだ余裕ありそうじゃないか。ちょっと待って、キリュウさん楽しくなってない？これ当然や。お前との喧嘩は楽しゅうて仕方あらへん。殴りやば殴りやほど元気が出るっちゅうもんや。まだまだなんぼでもねやり合えるで。そうかい。まだな、キリュウちゃん。今回は俺の負けや。続きはまた今度にしよう。ほなまたな。イチャイチャか。普通に歩いてて目の前に出てくるのマジでビビるんだけど。